シュラマル。こんばんは、リオさん。お元気かしら。ちょっと既読ついてるのに無視するんじゃないわよ。おい、こら、聞いてるの？ああ、こんにちは、メイさん。私のことを散々無視してきていたので、LINE も無視した方がいいかなって思って、親切心で無視してあげたんだけど。相変わらずそんな態度取るのね。まったく、常識知らずなんだから。お昼にこんばんはって送るメイさんの方が常識ないんじゃない？私の娘もちゃんとおはようとこんにちはとこんばんはの使い分けぐらいできるけど大丈夫？あんたがそんな態度なら LINE してあげないわよ。せっかくボスママである私が LINE してあげたのに。頼んでないし LINE しなくていい。今まで散々突っかかってきたと思ったら今度はいきなりのフルシカと。静かになってありがたく思ってたとこ。嘘ばっかり。みんなから無視されて本当は泣いちゃってるんでしょ。ママ友みんなから無視されて悲しそうだったもんね。別に悲しくない。本当に仲のいいママ友とは話してるし、あんたみたいなめんどくさいやつから話しかけられなくて済むしね。強制張っちゃって食事会に誘ってもらえないの本当は悲しいでしょ。あー、裏で強制連行って呼ばれてるやつね。本当はみんな行きたくないけど行かないと文句言われるからっていやいや言ってるやつ。そんなことないわ。みんな喜んで参加してくれてるんだから。楽しくもないメイさんの自慢話を延々と聞かされるんでしょ。そんな刑務所みたいなところ行きたくない。お金はメイさんが出してくれるからしょうがなく参加するって言ってた。不参加にすると後々文句言われるのもだるいからって。そんな風に嘘が次から次へと出てくるなんて。みんなから無視されて一人ぼっちの人は考えることが違うわ。やっぱり一人の時間が長いと妄想しがちになるのかな。全然話聞かねえなこいつ。そして私のことが嫌いなメイさんがわざわざ LINE してきた理由は？あなたの態度次第で考えようと思ってたんだけど、今度ママ友で旅行に行くの。それに誘ってあげようかなと思って。ママ友で旅行？そうよ、行きたいでしょ。旅行か、確かに楽しそうだね。でもそれってメイさんも参加するの？当たり前じゃない、私が主催者なんだから参加して当然。ふーん、ならパス。そうよね、行きたいわよね。って、はぁ？パス？うん、パス。メイさんが来たら楽しくなさそうだし、私は今回いいよ。ボスママの誘いを断るの？私の旦那がどこで働いてるか知ってる？かの有名な修羅証券よ。それに役員だって知ってるんだから。でしょ？何億回って聞いたから嫌でも覚えちゃった。正直そういうのうざいんだよね。うざい？旦那がお金持ちだから何？旦那がいい会社で働いてるから何？旦那が役員してるから何？それでメイさんの地位が変わるの？旦那がお金持ちなんだから私がボスママなの。それに統率力もあってみんなに好かれてる。地位が高いのは当たり前のことよ。旦那さんにおんぶに抱っこ、自分自身の価値は一つもない自称ボスママね。前から思ってたけどボスママってめちゃくちゃダサいよね。ダサい？自分で私はバカですって言ってるものだと思ってる。あなたは反省するつもりもないのね。反省するところがないからね。とりあえず旅行には絶対参加しなさい。ああ、あなたのお金は出さないけどね。みんなはおごりで連れて行くけどあなたは自腹。そこで少しでも私の役に立てば今後の関係を考えてあげる。考えなくていい。迷惑な人たちと関わらない方が楽だから。私の名前はリオ。今 LINE をしている話が通じない女はママ友、まあ一応ママ友のメイさん。彼女は旦那さんが大手企業の役員をしていることを鼻にかけ、ママ友を思い通りに動かそうとしているクソ女。私はそんなのめんどくさいから無視してたら今度はいきなりのフルシカと。子供かよってね。仲のいいママ友は普通に話しかけてくれているし別に問題ないけど、それに私としては正直その方が楽だったし。それなのにいきなりメイさんから LINE が来て、あいつがいる旅行なんて絶対参加したくないんだけど、何か企んでるみたいだからちょっとだけ乗ってやるか。とりあえず参加ってことでいいわね。こんな機会めったにないんだから。わかった。
もし暇だったら参加する。日程とか時間はこっちで送るから、もし断ったらどうなるかわかるわよね。旦那が黙ってないんだから。旦那さんは何も関係ないし黙ってると思うけど、何でもかんでも旦那さんって言えばどうにかなると思わないで。子供じゃないんだからさ。子供の頃よくいたよね、先生に言うぞってすぐ言う人。本当は嬉しくて踊り出したいくせに。冷静なふりして可愛いわね。お前すごいな。どうやったらそんなポジティブに生きれるのか参考にしたいわ。とりあえず日程とかが決まったら LINE する。私からの LINE を心待ちにしなさい。はいはい。それじゃまたね、アデュー。旅行当日、待ち合わせ時間30分以上過ぎてるけど誰も来ない。どういうこと？おはよう。一人でじっと待ってるの？残念だったわね。そこには誰も来ないわよ。バーカバーカ、まんまと引っかかって本当に面白い。邪魔、味噌漬け。バカはお前な。は？強がり言っても無駄よ。待ち合わせ場所も時間も全部嘘。私たちはもう先に出発してるわ。もう少しで目的地に到着するところ。一人ぼっちでかわいそうなリオさん。嘘ついて騙してたんだ。誰があなたを連れていくもんですか。せっかく無視してたのに全く気にしてないからやり返そうと思ってたの。こんなに綺麗に柵にはまるなんて、もしかして私って天才？それじゃ旅行を楽しむからもう LINE してこないで。バイバイ。数時間後。ちょっとこれどういうこと？あんたが何かしたんでしょう。自称ボスママで自称天才のメイさん、どうしたの？さっきまでルンルン気分で LINE してくんなとか言ってたのに。あんたが何かしたんでしょう。どうしてこっちには4人しか集まってないのよ。あー、やっと気づいたんだ。なんでって旅行はメイさん含めた5人だけだよ。5人だけ？私が声をかけたのは15人以上いたわ。そのうちの4名しかこっちに来てないってこと？どういうこと？ちなみに残りの人たちは私と一緒に旅行満喫中。本当は旅行を楽しむために LINE も返したくなかったんだけど、あんたの慌ててるところが見たくてすぐ LINE 開いちゃった。それじゃあ最初から私が嘘の時間とか伝えてたの知ってたの？もちろん。待ち合わせ場所に来ないって今日の朝 LINE してきたのは？まだ気づいてないのか確認するために LINE しただけ。そしたら散々煽ってきてたから、あーまだ気づいてないんだこのバカはって。あなた性格悪すぎる。悪魔みたいな性格ね。私も自分のことを性格いいとは1ミリも思ってないし、自称天才のボスママと悪魔みたいな私、悪魔みたいな私に他のママともついてきたみたいだけど、メイさんは悪魔以下の存在だったってことか。一から説明しなさい、今すぐ。説明めんどくさいけど、メイさんの顔が真っ赤になるところ見たいから説明してあげる。旅行に誘われた時に絶対裏があるなと思った。だってそうでしょ、今まで私のことを毛嫌いしてた人がいきなり旅行に誘うなんておかしいもん。その時から疑ってたの？当たり前。それで他のママ友に聞いたら時間とか集合場所が全然違うし、ああはいはいなるほどねって。知ってたならあなたも正しい時間に来ればよかったのに、どうしてこんなことしたのよ。私好きな言葉があるんだ。やられたらやり返す、倍返しだ。へえ。だから仲のいいママ友に声をかけて、どうせだったら別の場所に旅行に行かないかって。メイさんと言っても楽しくないだろうし。でも今までみんな私と一緒に行動してくれてたのに。そんなことをしたらみんな無視するわよ。いいの？みんな勇気が出なかっただけなんだよ。子供のためとかいろいろあるじゃん。一人だと行動ができなかったけど、今回は10人以上の味方がいる。逆に少数派なのはメイさんの方。あ、メイさん含めた5人から無視されたところで痛くも痒くもない。行動を起こしたくても起こせなかった人たちの背中をちょっと押しただけ。もちろん強制参加なんかさせてないし、こっちの旅行はみんな自腹だけどね。私と一緒に来たら旅費もお土産代も全部出してあげるって言ったのに。そっちに行くメリットなんかないはず。やっぱりみんなを騙したのね。それで私のことを騙すつもり？本当にアフォだな。グループライン見てみて。グループライン？
みんな決意表明だって退会してるよ。あれ本当だ、私とこっちにいるママ友しか残ってない。じゃあもしかして本当に私を敵に回したら旦那が黙ってないんだから。出た出た、旦那、旦那の存在がなんだってのよ。一人ずつ買収してこっちのグループをまた拡大してやる。あーでもリオさんだけは絶対にグループに入れてあげないから、泣いて頼んだら許してあげるかも。頑張れ頑張れ。私のことバカにしてるのね。なんか今面白い話聞いたんだけど。面白い話？旦那さんって大手企業の役員なんだよね。そうよ、今さらおじけづいたの？大手企業の役員って暇なんだね。毎日毎日寝カフェに出入りしてるって聞いたんだけど、今有給消化中だったりするの？何言ってんのよ、旦那は毎日朝から晩まで仕事をしてきてるけど。あれおかしいね、家では仕事の格好で出かけて、その後は寝カフェに入り浸り、家族に嘘ついて何してるんだろう。そんなの嘘でしょ。嘘だよね。さあ、私が見たわけじゃないから知らないけど、自分で旦那さんに確認してみたら？今すぐ確認してくる。数十分後、どうだった？旦那に電話して聞いたら、詳しい話は家に帰ってからするって。とりあえず今回の旅行費用はお前の貯金から出せって言われた。これってもしかして旦那会社辞めてるのかな？面白いことになってきたじゃん。肝心の後ろ盾を失ったわけだけど、どんな気持ち？それよりここの旅費は自分で出せって。私お金は基本的に自分の美容のためだったりブランド物を買うのに使ってるから、貯金なんてないの。高級ホテルを予約しちゃったし、他のママ友の分の支払いまであるし、どうしよう。みんなに正直に説明したら？そうよね、みんな正直に言ったら分かってくれるはず。なんなら私の分のお金まで出してくれるかも。どうぞ相談してみて。5分後、みんな怒って帰っちゃった。どうしてこうなったの？ああやっぱり思い当たることがあるの？だってさ、メイさんのところに参加してたママ友ってお金目当ての人ばっかりじゃん。だからお金を払ってもらえないって知って怒って帰っちゃったんでしょ。金子さんとか銭岡さんとか幸子さんとか、メイさんのお金が大好きな人たちだもん。そんなそんな、ねえ今から私もそっちに行っていい？せっかくだから一緒に楽しみましょう。どこにいるのか教えてくれる？とりあえずタクシーで向かうから、その支払いもよろしくね。どこまでも頭湧いてんだな。ねえいいでしょ、私たち友達でしょ。今まで散々無視してきておいて、都合がいい時だけ友達？笑わせんな。お金に物を言わせて人を集めて、最後は人もお金も失うなんてかわいそうな人。メイさんのことを友達だと思ってたよ前までは。本当に？そうよね、ママ友だもんね。だけど今回のことではっきりした、私はメイさんの友達やめる。だからもう LINE してこないで。今までお世話になりました。あ、ちょっとリオさん、ねえ無視しないで。リオさん既読ついてるのに無視はやめて。助けて。メイさんは当日キャンセル料として宿泊費を満額払うことに。その後分かったことですが、メイさんの旦那さんは会社のお金を横領しており、懲戒解雇されていたそうです。それをメイさんにバレないようにと仕事に行くふりをして出かけ、一日中寝カフェで生活していたそうです。旦那さんの貯金は会社からの損害賠償請求に全て消え、メイさんは貯金が全くない状況。毎日旦那さんとは喧嘩をし、離婚の話も出ているんだとか。今は状況を見かねた旦那さんのご両親がお子さんを引き取り生活しているそうです。メイさんは私たちに見られるのが嫌なのか、わざわざ遠い地域でのパートを始め、朝5時から車で通勤しているそうです。旦那さんも仕事が見つからないため必死にアルバイト。メイさんのお子さんはとても素直ないい子です。誰の血を引いているんだか、あの子だけは幸せになってほしいと心から祈るばかりです。ああ、そういえばメイさんの取り巻きだったお金大好き4人は一気に肩身が狭くなり、おとなしくなりました。私たちが仲良くする気がないので、4人だけでひっそりと仲良くしているそうです。皆さんもこんなママ友にはご注意を。最後まで見ていただいてありがとうございました。
チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。